はい、どうも、コビーです。ということで、本日3月22日ということで、乃木坂46 29枚目シングル、アクチュアリーのフラゲビービということでですね、本日はフラゲビーでございます。で、あ、やばい。あれ見れ。ミネちゃんが、ミネちゃんが参加してる。ミネちゃんが参加してる。何？顔見します。顔見しますできたということで、早速ね、フラゲビーということで開封していきたいと思うんですけども、まずは謝らなければならないことがあります。皆様、サムネの方にね、大量に CD が映ってると思うんですけども、サムネ詐欺してすいません。あんなに開封しないです。動画時間やばくなります。編集間に合わないです。ということでね、本日開封の、うわぁ、ひなこちゃんからメッセージ届いた。あ、そうじゃん、乃木曜日じゃん今日。ちょっと早く撮影しないと。はい、ということでね、本日何枚開封していくかというとね、タイプ A が2枚、タイプ B が2枚、タイプ C が2枚、タイプ D が2枚、計8枚開封していきたいなと思います。ということでね、CD がこちらでございます。デデデデー。さ、1個言っていい？タイプごとに袋を開けるのどうにかなんない？これ。これ全部一緒にできたりしませんかね？これ。まあまあいいんですけどね。ということでね、今日はアクチュアリーの CD を各タイプ2枚ずつね、開封していきたいと思います。ということで、この動画少しでもいいなと思った方は高評価、コメント、さらにはチャンネル登録してくれたらめちゃめちゃめちゃ喜びます。ということでやっていこう。早速、こちらの CD の開封の儀をやっていきたいと思います。いきます。うれうれうれ。はい、OK。 はい、ということで画角を変えてね、お送りしますけど、まずね、タイプ A のジャケシャ、ででーん。こちらタイプ A のジャケシャ、アルノちゃん一人のやつですね。しかもね、今回ね、アルノちゃんね、一人だけ赤っていうのでね、この世界観にめっちゃ映えてるよな。続いてタイプ B、これがアスカちゃんとミズキちゃんなんですけども、もう顔面の良さが全然わかんねえの。もっとさ、アスカちゃんとミズキ顔面を見せてくれよ。なんかもっとこう、アスカちゃんとミズキの強さみたいなのをね、引き出してほしいですけども。続いてタイプ C、 でねん、これがフロントメンバープラス久保ちゃんとヨダちゃんですね。これもね、いいんだけど、やっぱね、切り抜きがな、惜しいよな。はい、タイプ D、でねん、こちらがサクちゃん、あやめちゃん、カッキーということで、夜明けの3人ですね。これが一番近い、サクちゃんがボケてて、でその次のあやめちゃんも微妙にボケてて、カッキークッキー映ってるみたいな、あえてこの遠近感をね、出してるんだと思うんだけど、まあ、これも惜しいって感じ。まあ、こんな感じのジャケ写でございます。俺やっぱ好きなジャケ写で言うとね、帰り道とかは、あれはもうメンバーの顔面の強さが際立ってたし、シングアウトも結構好きだったな。まあ、そんな感じかな。ということでね、じゃあもうタイプ D から早速ね、もうバン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 開封していきますけども、封入されてるメンバーがですね、今回、今まだ公開されてない未発表のメンバー、一人を除いた自粛中の、なんだっけ、岡本姫奈ちゃんと、アルノちゃんも含む、計44種類らしいですね。ということで、じゃあ1枚目開けていきます。あ、いきますよ。せーの、パッカー。あ、5期生じゃねこれ。誰だ、さつきちゃんか、菅原さつきちゃん。え、これなんだ？ 5 期生の衣装でもなく、普通のセーラー服。え、5期生の制服が良かった。なるほどね、さつきちゃん。いや、顔面強いな、顔面強いな、強すぎるな、これちょっとな。かわいい。いきますよ、タイプ D2 枚目。せーの、パカッ。あの、東京ドームの衣装やん。あ、レンタン？あ、しかも、前髪分けてる。かわいい。おぉ、今回この衣装なんだ。はぁ、なるほどね。あぁ、綺麗やなぁ。レンタン。なぁ、かわいいなぁ、あんたなぁ。はい、ということでタイプ D は開封終了ということで、続いてタイプ C 開けまーす。今回特定映像はね、もう全部5期生にね、飲み込まれてるということでね、ひなこちゃんのドキュメンタリーを作れ！なぁ。はい、ということでタイプ C1 枚目、せーの、パカッ。あ、ゆりちゃんだ。ゆりちゃん。ゆりちゃん。アンダー見に行くぞ。な。
頑張れ。ってことでゆりちゃんもね、いつからかもうわかんないけど、ずっと前髪分けてね。ゆりちゃんもね、ダンスめっちゃうめえんだよ、この子。なんかこのね、ふわふわした見た目に反してね、ダンスがバキバキすぎるの。かっけんだよ、ゆりちゃん。続いてタイプ C2 枚目。いきます。せーの、パカ。お、れなちさん。れなちさん来た2期生。れなちさん、俺 CDKF でれなちさんあんま出したことないかも。れなちさんあんなら見に行きますよ。あ、そうね、卒コンも見に行きますからね、二人ともね。うん。頑張れ。れなちさんといえばもうサビコンですからね。なんかさ、やっぱさ、乃木坂にいてさ、こう、〇〇といえばこの曲みたいな曲がさ、一曲でもあるってさ、すごい誇らしいことですよね。じゃあ、タイプ B ですね。いきます。ちょっと、ひなこちゃん？ひなこちゃん？これ最後だよ。ひなこちゃん出てきて。せーの、赤。まあや。まあやでね。まあや。まあや見に行くよ。卒コンもあんならもう見に行くよ。頑張って。ね。もうまあやはね、天才ですからね。ほんとずっといてほしい。な、まあやいるだけでも神回なんだよな。なんでも。ラジオでも、番組でも、もう、なんでも。すごいよな。僕が最近やっぱ一番好きなのはアフター配信ですね。46時間テレビのアフター配信のひなこちゃんとの MC。 あれがマジで面白い。はい、じゃあタイプ B2 枚目。マジでひなこちゃん来い。マジでひなこちゃん来い。いきます。せーの、パカッ。デンデンデン。届かなくたってセンターおめでとうございます。おめでとう。ゲンちゃん座長頑張れ。応援してるぞ。見に行くぞ。はい。ということで、今んとこアンダーが続いてますね。はい。ご期生もね、いいけど、やっぱひなこちゃん。いけますよ。じゃあタイプ A。せーの。でん。やんちゃん。やんちゃん、綺麗だなぁ。おでこ、トゥントゥルンやん。綺麗ですね、これは。やんちゃんもね、ダンスほんと上手だから、めっちゃアンダー続いてるな。いや、これアンダー好きだからな。それが出ちゃってんのかな。まあでも最後はね、ひなこちゃん出しますよ。さすがに。さすがに出しますよ。ということで、じゃあ最後ね、8枚目。いきます。せーの、ひなこちゃん、来い。おっと、これはいろはちゃんか？いろはちゃん？いろはちゃん？いろはちゃん。ご期生の奥田いろはちゃんですね。なんかさ、いつ頃撮影したのかわかんないけど、ちょっと今となんか違う気がする。福耳だなぁ。はい、ということで8枚目は奥田いろはちゃんでございました。ということでね、ご期生2人だね。さつきちゃんといろはちゃんの2人と、4期生がやんちゃん&ゆりちゃん。3期生がレンタンデンちゃんの2人ね。で、2期生がれなちさん。で、1期生がまあやまあやまあや。はい、という感じでね、8枚開封してきましたけども、久しぶりの CD 開封楽しいね、やっぱり。まあね、このシングル、ひなこちゃんラストということで、タイプ B にはね、忘れないといいのもね、収録されてるので、ぜひね、何のタイプ買おうかなって迷ってる人いたらタイプ B 買ってください。はい。ということでね、まあ2日後には、卒コンが迫っておりますので、まあそちらも楽しみにね、していきたいなと思っておりますけども、まあこの応募券の方もね、ひなこちゃんのサイン会に投げるのか、右グリーンで我慢するのか、ちょっとまだ決めかねてますけども、まあ SNS 等でね、発信していきたいなと思ってますので、よかったらね、フォローお願いいたします。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。美味しくなれよ。